女は顔じゃないから。うん。女は顔じゃないから。ねそういうことよ。やっぱね。うん。もう普通にコメントに対して答えるっていうのをしてくれませんでしょうかどうしたどうしたどうした答えてるぞ、一応。インスタにパンチパンダさん送りましたみたいなコメントあったでしょ今ちょっと見たけど、君だな、多分。うん、なんかガチガチで本名出てるけど、どうしたどうした,うしたちょっとってね。 えっと、沢、沢夏と付き合ってるのなんか友達がいてたよ。ライブ毎回行ってるって本当返事して、友達とピアスが一緒だったらしいじゃん。前のこともあるんだから、はっきりさせないと沢夏に迷惑かかるしまた電話。これどういうことうんと、これか。これ何なんか今インスタに送りましたみたいな、こんな感じで送ってるけど。沢夏って誰本名ガチガチと出てるからやめて本当に。なんか沢夏にもしもし。初めましてはじめまして。はじめまして。 もしもし。もしもし。あ、もしもし、こんばんは。こんばんは。さっき、送りました。な,<さ>なんか、DM で。あれ、インスタグラムはい。<laughs> え、あの、なんか、名前書いてあるやつあ、違います。何でしたっけ猫の勧誘をしてます。あー、あっ,たあったあった。これ、なんか、チュールで、なんか、野良猫と遊ぼうとしてる子でしょ、君。はい。うーん ね、だからインスタに送ったんだけどうんいや「通話してきてよ」の方が楽じゃん君のねなんかあれね固有名詞入っててねちょっとあんまり紹介しづらいのよあ本当に来てるのな何だ君お <laughs> ちょっとあれだな君が送ってきてるなんかインスタのやつがすごいなどうしてどうしたどうしたなんかあれねだから要はあれでしょだから君っちがなんか言いたいことはな何か言われてんだね うん。これスクショ来てるけど。前のこともあるんだから、はっきりさせん。ちょっと待って、えー、っとね。<laughs> あ、使いづらいな。君、通話が一番楽よ。うん。沢夏と付き合ってるのに、なんか友達が言ってたよ。ライブ前から言ってるって本当は返事して、指輪とピアスが一緒だったらしいじゃん。前のこともあるんだけど、はっきりさせないと。また沢夏にも迷惑かけるし、また電話来るよ。 うん、前のこともあるんだけど、はっきりさせないと、また沢夏に迷惑、あこれ、パリブギがやっちゃったね、次はファンタかランベじゃない、君みたいな子は沢夏君に相手にされるわけないように、うん、可愛くもないもん無事ですけ、えりじぶちでしたって言われてるのね。うん、言われてて。 でなんかよく分からんけどこうやってひつじがパン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 ってきてるみたいな今回はどのようなご用件でしょうかあの腹筋をつけたいんですけどどうしたらいいですか腹筋ですかはい腹筋をつけたいんですかはい何か運動されてますかえっとそうですねストレッチぐらいですかねストレッチですかはいじゃあストレッチの中にもやっぱちょっとその腹筋 腹筋とかやってみてはいかがでしょうかうん。で、うんね、これは何なのうん。これは。これ誰これ有名な人俺ちょっと詳しくないのでちょっとよくわからないんですけれども、これ何これはどういうことよなんか、にわせしまくりって言ってたんだけど、これは何なのこれ。うん。これ。これどういうことなんか今、にわせしてる人がいるのうん。これ、あそもそも誰本当に意味がわからない。 うん、マジでマジで意味が何かこれが匂わせなんだってこれなんかなんとかなんとかさみたいな感じで書いてあるんだけどさエグザイルの人うんエグザイルの人なのいきなり送られてきてわからないんだけどこの人のイメージカラーがオレンジ色なんだってこの人 イメージカラーがオレンジ色で、ま、あ確かになんか服装とかなんかオレンジっぽいのは曲あるけど、で、なんか、このハートがオレンジだから、みたいな感じで来てるけど、これ、ね、匂わせなの、これ。インスタでさ、送ってきてる人さ、もうちょっとなんか詳しく送ってきてくんね。正直、これだけ見たら全然匂わせなのかが全然わかんないんだけど。えーと。ね、ちょっと待って、俺さ、意味がわかんない。ね、はい、先生。ね、君はさ、 なんかあれでしょう、多分スカジャンは、沢、沢本さん、うん、沢本さんって人がいるのね。沢本さんがよく着てる服だと。はいはいはい。ひまわりのファン、ひまわりはファンタのカラーみたいなもの。ひまわりはファンタのカラーみたいなもの。ひま、ひまわりひまわりはファンタのカラー。ツイッターかなんかで、名古屋に行きたいと発言していると。で、名古屋は、この沢,沢本さんでしょ沢本さんの実家なんでしょ で、沢本。なつきさんは向井太一の曲をよく聴いてる。向井太一の曲はどれだ。ああ、このヒ,ヒーローってやつ。うん。で、これで匂わせをしてるの。匂わせじゃないんじゃないか、これは。ただ、のファンじゃ、ファンなんだけじゃで <laughs> ファンじゃないの、これ。あ。これって沢本さんなの?。さ、沢本さん?。ってこと?。 この頭の子。で、ね、この取ってる女の子の手があるじゃん。で、これが沢本さんなのへあそういうことなるほど。ねちょっとさ、みんな見てきてよ、これ。<laughs> この人のイースター。これ、沢本さんっぽいのこの、なんか、頭だけのやつとか。 これ沢本さんと一緒にいるのファンタファンなんだけど、そんな噂一切なくないわからん。今来た。うん。ちょっとこれ見てきてよ、これ。なんかいろいろあるんだって。うん。で、匂わせをしてるんですよ。みたいなの来たけど。ファン、ファンタファンの人ちょっと見てきて確認してきて。ステアカーとかだったらあれだぞ。微妙だぞ。その子の言ってる意味がわかんない。俺も正直よくわかってない。ねなんで君はさ、今さ、画像消したのあ、消されたんだけど。うん。なんで君消してんのいろいろ。 ちょっと意味が分かんない。なんで君は消してるの <laughs> ちょっと待って。意味が分からない。一応画像保存してあるから意味ないけどね。ここ、こなんで消してんの君。文章とか。なになになにね。闇が深い。なになにどうしたのどういうこと意味が分かんないよ。どうしたのこれ自作自演なの君が逃げる必要はないだろう。100%。そんな噂一切ないです。どういうこと <laughs> 意味が分かんないんだけど、さっきの人。なんか、あれだよね。 なんか前も「沢夏」ってなかったっけやっぱなんか頭のおかしい人じゃなかったなんか前回もなんか本名を出してて「沢夏」とかだったでしょ何ちょっとだって怒られてんのどの何何,何うんえっ詳しくって何ってどんどん何で結局さね,ねちょっと行ったのみんな。 こっちのアカウントどうなってたのこっちのアカウント。消えたのこれは。これも逃げたら、あれだろう自作自演だろうメッセージ送るの。ね、そうなんだよ。これね、俺ね、そう気づいたことがあるんだけどさ、これ見たことあるんだけどさ、さっき LINE でさ、喋った子がいるの。あのさ、さっきさ、LINE でさ、腹筋作りたいですって言ってた子いたじゃん。今回はどのようなご用件でしょうかあの、腹筋をつけたいんですけど、どうしたらいいですか腹筋ですかはい。腹筋をつけたいんですかはい。その子と同じアイコンなん だけどこれどういういこと俺この子とさっき通話したのよ腹筋作りたいってで腹筋ローラーしたらどうですかみたいなこれを見たことがあったのよ俺は俺これこれそう俺これ見覚えあったのよあれこれなんかさっ見たことあるなって思ってえ前回の配信中に DM をもらってこの図星ですかみたいなで非通知バンバン来てますって。 っていうのを送ってきたインスタグラムのアカウントがあったんですけれども、先ほどのツーショットの男女の影のツーショットの写真が載っていて、それがちょっと見覚えあったので覚えていたっていうことですね。これ自作自演なのファンタファンからしたら不快ですね。既読ついた。ねちょっと返してよ君。ちょっとどういうことファンタファンからしたら僕不快です。不快だぞお前本当に。何やってんだお前。匂わませかマジかよ。かけるぞ。ちょっとファンタファンからしたら不快だぞお前。うん。ちょっと許せませんねこれは。 これはボクちんは許せないことになった。でさあどうなのこれは匂わせなのかこれ。これファンタ、ファンタさんの沢夏さんって人なのこれは誰だよじゃあ逆に言うと。脅迫する。うん。びっくりした。なになになにファンタファンですかあ、そうです。許せませんね、こいつ。<laughs> ちょっと <laughs> あの。 え、な何か「わかか、なないんんあのファンタは」は EXILE の,の弟分のグループなんですけど、うん、<laughs> ありがとう俺ファンタって俺飲み物しか思いつかなかったああそうなんですけど、うん、でもそんなにテレビとか出るわけじゃないんですけどはははい、はい、はいあのツアーとかもちゃんとしてますし、うん、グループなんですよちゃんとした、うんうん、えでなんかそのよくわかんない人が写真に面白い人とか言ってたじゃないですかうん えなんかそんな話題一切ないしまずゼロフォローはゼロフォローの人何あのよくわかんない写真よくわかんないですけどあれうんを出すわけないじゃないですか、ね、なんか言っとけ言っとけ聞いてるぞ多分そいつ今、えー、何がしたかったんですかね何したかったんですかね本当にねうんかわいそうだねあの人ねこれあれだろさっき YouTube ライブのコメント欄にいただろうこれだろねえね,えねこの人でしょだからさっきさパンダさんインスタのメッセージ見てってそれでなんかインスタ見たらさっきのこうなったのよ かかってきたおいお前許さないぞファンタファンとしていや違います,います何あ違う人か違,違,違う人か電話できないけどメッセージならできますよ <laughs> ちょっとうざいこいつ自作自演ですかうんああかってじゃ自作自演かどうか言ってよ自作自演じゃないんだってこれはあなたですよねこれそうやろこれ これ、これはちょっと言い逃れができないんじゃないかこれは。これ君ですよねこれ。まただから LINE のアイコンなじ,じゃん。<laughs> そう、俺、これ見たことあったのよ。君のアイコンあるでしょだから君じゃないかって聞いてるんだけど。そうなんだって。ん意味がわかんなくなってきたな。どういうことだ足跡つくからストーリー見たくない。あー、じゃあ俺が見る。あー、これこう、これやってたの。大好きな人のところへ行きたい。ビューティフル。<laughs> <laughs> こいつか。これ、さっき、インストーリーやってたんか。10分前か。これお前のことでしょ何言ってんのその <laughs>、君は何なんだ何重人格があるのなんで君の話してるのに、この人はこんな感じだと思うよこの人は多分22歳の時に亡くなった人のことだと思うよって何自分でしょ ?LINE でさっき通話したじゃん、君へ。へさっき、腹筋がなんとかなんとかで、なんか腹筋ができないみたいな。ガンで亡くなったのなんで君はそんなに詳しいのそれ、自分じゃないの うん、自分でしょさっきなんかよくわからないなんか腹筋の話、ね、なんか自分語りがすごいな君はちょっと待ってこれ自分で言ってんのかお前これパンチさんまたストーリーあげてるよこういう人もいるんだね本当にうんネットっておもろいよね、うん